近い心理学。それではラジオネームサミさん、ありがとうございます。サミさん、ありがとうございます。青木先生、こんにちは。どうもどうもいただきました。岩先生、こんにちはのバッチコーイです。ありがとうのバチコーイ返しだ。いつも楽しみにラジオを聞いています。持病の悪化のために手術を受けることにしました。あ、そうなんですね。しばらく入院期間を経て2ヶ月ぐらいの休職予定です。休職中の人員保持はないので主治医の許可が出次第仕事に戻るつもりです。現在非正規雇用なので、実際に雇用条件としてある権利も次の更新のことを考えると主張できないという心理が働いてしまうのが私の悪いところです。そんな私が無理をしてしまわない復職のための準備や心構えについてアドバイスがいただけると嬉しいです。深掘り関係行政論の産業労働分野を読みながらサミより。まずお大事にしてください。お大事になさってください。はい、まあ、体あってのものだねですからね。いや本当ですね、うん、で深掘り関係行政論については、何なんですかそれ。深掘り関係行政論はですね、高坂先生が監修した、産業関係の法律に関する書籍で、私が2章担当しております。あ、岩野さんが書いてるということで宣伝ではありますか。その方が言ってくれてるから岩野さんが宣伝したわけではないけれども、宣伝にはなりますね。まあ、でもそうですね、この場を借りて宣伝します。はい、はい、2023年発売されました。ぜひよろしくお願いします。サミさん、取り上げていただいてありがとうございます。ただ、ね、私担当したのがハラスメントの章なんですよ。はいはいはい、はい、なのでこの非正規雇用の方のその休職関係に関しては労働基準法に書いてあるはずなんですよね。あ、そうなんですね、うん、で労働基準法だとその一つには法律上は、雇用期間が何ヶ月の人はこれぐらいっていうのが書いてるんですね。はい、例えばその有給を取得するためには何ヶ月以上、月に何時間、何日何時間以上働いてなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。ですので今回サミさんがその非正規雇用で休職期間がまあ許可出次第っていうのに関しては、まずそのまあ勤務期間がどれくらいかっていうのはチェックをして上司に相談すると、うん、あと、会社の場合は法律とは別に、業務規定がいろいろありまして、まあ、要するにその会社の法律みたいなもんなので、業務規定とか業務規則にそのなんだ、病気休業ですとか休業期間とかその保証とかのことが書いてないか、一般的には書いてあるはずなので、そちらをご確認いただくといいと思います。なるほど。それがまあ一般論的な話というか、まあ、法律的な話ですね。法律的にいくとそういうことですよね、うん、であれですよね、サミさんは次の更新のことを考えるとなんかいろいろ権利はあるけれども、それを主張するとなんか再雇用、再任用されないんじゃないかっていうふうな不安があるってことなんですかね、これは。っていうことなのかな、なんか不利に働くんじゃないかみたいな、うん、あ、そういうことですよね。それはどうなんですか。私はちょっと全然そういうのノータッチっていうか分かんないですけど、まあ現実にはね、あるかないかってある可能性は否定できないけど、まあそうですよね。さあ思うんだけどさ、ちょっと病み上がりなんで少しゆっくりめにできませんかって言われて、できないっていう職場あんまり長くいる必要ないんじゃないですか。まあちょっと厳しいですよね。持病の悪化で手術を受けて、うん、それで戻ったらすぐ働いてほしいみたいな感じで言われると、ちょっとまあきついですよね。そのただでさえね、そのどういう病気か分かんないけど、そのまたその検査入院とか、再度の療養が必要になった時に、うん、はい、その時どうなんのってなるから、もうここで、うん、
ちょっと上司に腹割って、なんかこういう状況でこう思うんですけど、そのどこまでどうなってますかって聞いてもいいと思うんだけどね。なるほど、ね、まあでもその本当本来聞く権利はありますよね、そういうふうに、うん、でもしその職場結構大きくて労働組合とかがあるんだったら、そっちの相談してもいいと思うけどね。そうですね、このやっぱ再雇用されるかどうか不安みたいなやつは結構ありますよね。私も任期なくなったからいいけど、実際なくなるまではやっぱりなんか下手なことしたらもしかするとみたいな感じの気持ちありましたもんね、やっぱり。なんかね、多分もううちらの下の世代からは変わってくると思うんだよね。ああそうですか。その一箇所で正規雇用されてるだけがそのなんだ収入源っていうのがもうまずいし、転職普通になってくるから、就職するした時点、決まった時点から転職のことを考えてキャリアプランとか立てなきゃいけなくなるからさ。うん、確かにね。うん、でその全く準備ができてないのが今のさ、その俺たち世代とかはさ30代でしょ、うん、そう考えたら今後はそういうのはみんな準備して働くようになるんじゃないかなって思う。ああ、まあそういうのも含めてね、確かに。で複数の職場で掛け持ちして収入源分散させたりとか、そういうことですもんね。そうとか、まあ副収入を得るようなね、あの副業で、うん、まあ、自分でなんか背取りをしたりさ、資産運用したりさするんじゃないかなって思うけどね。そうですね。まあちょっと早くね、そういう時代に明るいような感じの世の中になればいいなと思いますけどね。あのサミさん、俺も体壊しかけたからね、あの自分の意見ですけど、休むのが必要な時は休むのがいいと思いますよ。いやー、まずお大事なさってほしいですし、ね、うん、私はちょっとなんかそういうのでちょっとなーってことは今は全然ないですけど、もし困ったら、あの岩野さんの認知行動コンサルティングオフィスにですね、あの就職させてくれと懇願しに行くと思いますので、あの人を雇用できるようになるかどうかちょっとね、今後頑張りにかかってます、ね、そうです、青木の未来は岩野にかかってますから。重たいよそれ。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。